こんにちは、皆さん、デニです。もう7年間、日本語の勉強をしています。僕は去年、えっと、日本語上達動画を投稿しませんでしたね。正直に言えば、あのコロナのせいで、そしてほとんど毎日、えっと、僕の部屋にいたせいで、日本語の勉強をするために、 なんかやる気がなくなってしまいました2021年の4月か5月にまあほとんど日本語の勉強をしなくようになってきましたそして去年の夏の終わりまでほとんど勉強しませんでした全然日本語の勉強をするやる気がありませんでしたそしてその時にあ僕はたくさんたくさんどういうかあのウェブデブ ウェブデベロップメントいっぱいいっぱい並んでいましたそして、まあ、日本語の勉強をしなくようになりましたジャパニーズじゃなくジャバスクリプトを <laughs>、えっと、勉強するようになってきましたでもあそのまあ先に言った通りにその2022年の夏の終わり頃また日本語の勉強とまあ しし始めました主に本を読み続けましたこの「ねじ巻きドリクロニクル」という本をもう長い間、まあ、読んでみていますが今まで読み終わりませんでした結構長い本だけどまあ正直に言えばもっと早く読んだ方がいいと思いますが Uh, まあ今はも,もっと、uh, 読んでいますこの第1部はもう,もうほとんど読み終わりましたあとは、uh, 一課だけ残っています一課じゃなく一章じゃないその最後の一章、えっを、と、読んだら次の第2部を、uh, 読み始めます昨日、えっと、一つの章を 読み終わりまして、その章は本当に難しかったです。それは十二章でした。その章に、なか、おじいさんが、えっと、自分は、満州国…?どういうの満州戦争、その日本と満州との戦争に参加した時の、えっと、話をしています。 そしてこのおじいさんが使っている言語は本当に難しいですあるページは僕は20分ぐらい読んでみてみました本当にいっぱいあの新しい単語が出ていましたでも昨日やっとその書を読み終わりましたそしてこの本で あの本当にいっぱい、えっと、新しい漢字をあ並んでいました「習いました」「並んでいました」じゃなく <laughs> え僕の日本語はもうちょっと悪くなってきましたね今のところは、えっと、1800字の漢字を知っていますえっとまあそれも足りないね <laughs> 全然足りません日本語をほとんど辞書を使わなく読むために もっともっと漢字が必要です多分2500字くらい、えっと、知ったらもっと便利に読めるようになれると思いますあまあこれからもいっぱい漢字を習います僕の作った漢字ソータという Web アプリを使ってあいっぱい新しい漢字を習っていますまあその漢字をほとんど この本を読んで見つけてなんかノートをしてあ後でその漢字相談を使ってそれを整理して僕の漢字リストに追加しますじゃあこれからも、えっと、僕は漢字を勉強するために頑張りますあのこの第一部を読み終わってその第二部を読み始めますそして2二千字の漢字を 習ったたらあの動画を作りたいですこの前作った、えっと、1,500字の漢字を知ったらあの日本語を読めるようになれるかなという動画を作りましたね。それと似ている動画を、えっと、2,000字の漢字を習ったら読めるかどうかというトピックについて動画を作りたいです。 まあそれは以上と思います。えっと2年間あ待たせてあのすみませんね皆さんあ。でもこれからももう一つの上達動画を作ります。えっとドイツ語の2年間の上達動画を作りたいと思います。それも見たい方は登録してください。そしてもう一つのことは僕のパトリオンサポーターマインクラフトアンダーグラウンド に感謝したいいと思います皆さんも僕のチャンネルとサイトを応援したいのなら、えっと、パトリオンに登録してください。じゃあそれは以上です。また今度ね。